浄土宗プレゼンツ朝のひととき、手を合わせるといい顔になるなあという、合掌というのは世の中は細の二文字の付けどころ、乱るるも高祖、収まるも高祖、よそに食らったちゃこちら腹立つっていうのは、人間はね、私思うんですが、自分に対してプラス50点、相手に対してマイナス50点、必ず自分を過大評価し、相手を過小評価する。施した恩は忘れないが、受けた恩は忘れ通し。いかがですか？今日一日お聞きいただいていますこの音声は、昨年6月に行われました宗祖法然上人800年大恩期法要の模様が収められた DVD から、有本良慶先生によります法話の抜粋をお送りしました。今日も始まりました浄土宗プレゼンツ朝のひとときです。ご紹介しましょう。田中光道さんです。おはようございます。おはようございます。昨日クリスマスでしたね。そうですね、お休みでしたね。お休みでしたよね、はい、クリスマスが終わると本当の本当に年末だなっていう気分になってきて、はい、きっとね今週末、はい、大掃除されるなんていう方も ね多いと思うんですけど、はい、まあ、でもねこの時期ね、ちょっと落ち着いた時間も、はい、あえて作ってみてはどうかなって思うんですよね、はい、でそんな時このコーナーでも何度もご紹介しています。この DVD をですね、ぜひご覧になってみてください。今までもね、おかげさまでいくつか応募を頂戴してありがたいと思います、はいはい、気になった方はですね TGS ラジオまでご連絡ください。 DVD35 ドルのご寄付でお配りしております、はい、ラジオアットマーク TJSLA.com、 ラジオアットマーク TJSLA.com までお願いいたします。さあ、そして先ほど私言いかけたんですけどね、年末年始いろんな行事がある中で大掃除って皆さんされると思うんですよ。そうですね。で、まあ部屋の掃除なんか、うん、新海さんお好きですか？いや、しょっちゅうはしないんですけど、はい、ここぞという時にはしますね、はい、で掃除ってのはあれ不思議だと思いませんか？一箇所きれいにすると今度別のところが汚いところどんどん見つかるんですよね。でお部屋はそれでいいんですよね、ええ、じゃあ心の中はどうですかね？心の掃除ですか、はい、心の掃除、心の垢取り、ほこり取り、いや、やっぱり1年間ね、うん、いろんな赤がね気がつかないうちに溜まってると思うんですよ、はい、例えば朝ね、うん、目覚める時にね、はい、カーテン閉まってますよね、はい、ちょっとまどろんでカーテンパッと開けたら、はい、暗い部屋の中に明るい太陽の光がさーっと差し込むってことありますよね、はい、でもその時に、うん、あの光の帯の中に、うん、数えきれない塵ほこりがこう舞っているっていうのを見たことないですか？ありますね、そんな時しか見えないんですよ ね、 すよね。あれが私たちの心ですよね。ほう、普段見えないけれども、うん、強い光に照らされて初めて私たちの目の前に現れる、はい、今まで見えなかった心の赤だと、まあ、こんな風に考えていただければと思うんですね。やっぱりこれは普段何気なく忙しい忙しいってやってると見えないんです。ですから、まあ神社仏閣教会もそうでしょう、神仏の前に対峙して強い光に照らされて初めて自分の心の闇とか、はい、汚さ、愚かさ、こういったものが目の前に現れてくるものだと思うんですね。でもそれって、はい、やっぱり掃除しないとならないんですよね。やっぱりね、そうなるとね、うん、全部きれいに取り除くことはできないとしても、はい、少しずつちょっとずつ赤を落としていかなきゃいけないですよね、うん、でも実際にどうやって掃除するのってありますけど、はい、そうですね、うん、ですから、まあそこのところは浄土宗のお寺ではお念仏をね、はい、唱えるっていうところになるんですけども、あの12月31日でしたよね、はい、火曜日午後4時から、はい、除夜の1時間念仏へ、はい、1時間ですね、はい、木魚を叩いて、うん、仏様の前に向かってね、はい、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と、はい、ひたすらこれを唱えるっていう、まあ、プチ修行です。ですよね、電気もつけませんでやりますからね。もしもやってみたいっていう方ありましたら、はい、歓迎しますんで、はい、ご連絡ください。ただし、はい、もう一度始まりましたらね、当日今来ましたって言っても出られませんから、やりたいという方がありましたら、うん、必ず事前にお寺の方に連絡をください。はい、連絡先お伝えいたします。電話番号です。 213-346-9666 213-346-9666
0120-346-9666 必ず参加したいという方は事前に連絡をお願いいたします。そして参加費10ドルのドネーションを、はい、お願いします。よろしくお願いいたします、はい、ということで、はい、今年1年間本当にお世話になりました。こちらこそお世話になりました。ありがとうございます、はい、4年もよろしくどうぞ。こちらこそお願いします。